こんにちは、森田修子です。今日は美魔女ファイナリストが作る綺麗になれちゃうかもしれないプリンを作っていきます。シューコアロット、まずはキャラメルソースから作っていきます。キャラメルソースに使う材料は、普通は白砂糖を使っていくと思うんですけど、今日は天才糖ですね。これは天才糖を溶けやすいようにちょっとミルサーにかけて細かくしてあります。あのでも全然かけなくても作れるんですけども、今日はミルサーにかけたものを使っていきます。でこちらの天才糖 50g をまずはお鍋に入れていきます。では次はお水ですね。お水を大さじ1入れていきます。はい、そしてこれを中火にまずは火にかけていきます。のポイントなんですけども、ついつい混ぜたくなるんですけども、ここはあのゴムベラとかでは混ぜずに、あの鍋をちょっと揺すって砂糖とお水をなじませていきます。でちょっと今沸騰してきました。白砂糖だとここで色がついたなってわかるんですけども、これがちょっと茶色いのであまり色がわからないんですけども、あのこれぐらい沸騰してきたら一回火を弱めていきます。弱火で今度は加熱していきます。でこれで焦げ茶になるまで加熱していって、煙がちょっと出始めるまで加熱をして美味しいキャラメルを作っていきます。でこの後熱湯を入れていくので、この時にもうあの熱湯を用意しておくといいです。もうしばしお待ちくださいませ。煙が出てきました。で煙が出てきたら、あのちょっと火の強いところと弱いところと出てくるので、まず回してあげて、そして一回火を止めて熱湯を入れていきます。で熱湯が跳ねちゃうので、ここで跳ね予防にザルみたいなものを置いて、でここに熱湯を入れます。この出来上がったキャラメルをここのプリンカップの中に6等分して入れていきます。
結構キャラメルが固まるのが早いので手早く6等分していきます。はい。でこの時に綺麗になかなかそこに全部行き渡らないと思うんですけども、これはあとで卵液をプリン液を入れた時に加熱するとこう平らになってくるので、そこは気にしなくても大丈夫です。はい、ではこれでキャラメルソースができました。シューコアロットプリン液を作っていきます。ではお鍋を用意します。はい、でまずは鍋の中に牛乳を 300cc ですね、 300ml の牛乳を入れていきます。もし牛乳が苦手な方とかだったら豆乳 300cc でも大丈夫です。そしてこれが生クリームを 100cc ですね、 100ml 入れていきます。はい、そしてこれの中、ここの中に今度はバニラビーンズを入れていきます。バニラビーンズは、4分の1本で大丈夫です。こんな長いものになるんですけども、それの4分の1カットして使っていきます。で、バニラビーンズなんですけども、まずはこの鞘を切り開いて中の、種をしごいて出していきます。ではやっていきます。はい、ではバニラビーンズをペティナイフでこんな風に入ったら、この風に開いていきます。すると中にいっぱいバニラビーンズが詰まっているので、これをこんな感じでしごいて出していきます。でこれを鞘ごとお鍋の中に入れていくんですけども、この時に普通に入れるよりも、こう牛乳のミルクの中でこんな感じでこうのじのじっていうか、こうこういう風に指でぬるぬるっとするので、指でこうバニラビーンズを洗う感じですね、にするともみもみしてあげるとバニラの香りがより牛乳に移りやすいので、牛乳の中でちょっともんであげます。そしてさやごと入れていきます。はい、ではバニラビーンズをここの中に入れたら、今度は加熱していきます。はい、でここの加熱のポイントは沸騰させないっていうことが大事になってきます。沸騰する手前で火を止めてください。沸騰させちゃうと卵と今度合わせていくときに卵がちょっともろもろとしちゃったり、あとはちょっと溢れてしまったりとかしちゃうといけないので、沸騰の手前で止めてあげます。はい、ではこんな風にふつふつっとしてきたら火を止めます。シューコアロット牛乳が温まったので卵を用意していきます。今回使う卵はこちらですね、平飼いの卵を使っていきます。普通の卵でも全然大丈夫なんですけども、綺麗になれちゃうかもしれないプリンということなので、平飼いの美味しい卵を使っていきます。卵は全卵が3個分ですね、3個分とあと残り1つは黄身だけを使っていきます。なのでまずは黄身だけの方を入れていきますね。ではまず黄身だけを入れていきます。はい、黄身1つ分とあとは全卵3個分ですね。でポイントは、卵の中にも結構白身が残っているので、指でかき出してあげると結構しっかり卵が取れます。
卵をボウルに入れたら、ホイッパーでほぐしていきます。ここでポイントになるのは、泡立てすぎないっていうことになります。スポンジケーキとかを作りたいときはしっかりとこう泡立てていくんですけども、茶碗蒸しを作るときみたいに泡を入れてしまうと酢の入ったプリンになってしまうので、できるだけ空気が入らないように、泡立てないように混ぜていきます。でこんな風にボウルの底にホイッパーをこう擦りつけるような感じで混ぜていくと空気が入りづらくなるの で、時々持ち上げて卵白を切ってあげると綺麗に混ざりやすくなります。では卵が混ざったら、今度は砂糖を入れていきます。で卵のプリン液ですね、プリン液に使うお砂糖も今日は甜菜糖を使っていきます。これも混ざりやすいように一回ミルサーにかけて細かい粉末状にしてあります。では全部入れていきます。で混ぜるときはこれもちょっと空気が入りすぎないように混ぜていきます。で混ぜて砂糖の塊とかザラザラっていう感じがなくなったら、もうこれは OK です。はい、では、こちらが混ぜ終わったら、今度はお鍋をのものをちょっとずつ合わせていきます。はい、では少しずつ入れて合わせていきます。では混ざったら、これを今度は1回こしていきます。家庭で食べる分にはこさなくてもいいんですけども、ここに1回こしてあげるとより滑らかな食感になるので、頑張ってこしたい、こせるなと思ったらこす方をおすすめします。はい、でこし方なんですけども、こういう粉ふるいとかがあればそれでこしていって、もしなかったらちょっと目の粗いザルとかでも大丈夫なんですけども、これをボウルの中にこういうボウルにかませてで、こしていきます。はい、では、こしていきます。で、結構見ていただくと、卵白とかはちょっとバニラビーンズの塊とかもあったりするので、意外とこんなものが残ってます。これをこしてあげることでより滑らかで美味しいプリンになります。はい、ではもうこれでプリン液ができたので、これをこのプリン型に6等分して流し入れていきます。でこれを6等分して入れていくんですけども、バニラビーンズが結構沈殿しやすいので、ちょっと時々混ぜてあげながら型に流し入れていきます。折れちゃいました。
たね。では、6等分できたら、ここにお湯を張っていきます。湯煎でこれを蒸し焼きにしていきたいので、こういう今日私は角バットっていうんですけど、バットがなかったので、ガラスのグラタンとかを作るような器なんですけども、耐熱用の容器にプリンを入れて、でここにお湯を張って蒸し焼きにしていきます。でここに温かいお湯ですね、お湯をプリンの型の半分になるぐらい入れていきます。これぐらいかな。はい。では、お湯を張ったら、このプリンを150度のオーブンで35分間加熱していきます。シューコアロット。完成しました。で、これが焼き上がりになります。で、焼き上がりの目安なんですけども、これをちょっとフルフルっとした時に、真ん中がフルフルしなければ、もうしっかり中まで火が通っているっていうことになるので、これで完成になります。で、もし揺すった時に中からプリン液がちょっと出てきたりとか、柔らかすぎるようだったら、もうちょっと時間を5分とか、プラスして加熱してみてください。はい。では、プリンが焼き上がったら、このまま粗熱が取れるまで置いて冷ましていきます。で、粗熱が取れたら、冷蔵庫に入れてしっかり冷やしていきます。冷蔵庫で1時間くらい冷やすと、ちょっとフルフルめな、柔らかいプリンになります。で、しっかり固めのプリンが食べたい場合は、1日冷蔵庫で冷やすと、しっかりした昔ながらのプリンみたいな感じのプリンで食べることができます。でもまず、粗熱を取っていきます。プリンの粗熱が取れたので、このプリンを冷蔵庫で冷やしていきます。一晩冷蔵庫で冷やしたプリンになります。もうしっかり固まって、すごく美味しそうにできてます。では、このプリンを今から盛り付けていきます。シューコアロット。では、今度はデコレーションをしていきます。今日は生クリームを絞ってフルーツを盛り付けていこうと思います。もちろんこのままでも美味しくいただけるんですけども、おやつなのでちょっと可愛くデコレーションしていきたいと思います。では、まず、
生クリームを 100ml、100cc 入れます。そして、今日もこれも甜菜糖を使っていきます。甜菜糖を 5g 甘みで入れていきます。せっかくプリンも甜菜糖を使っていたので、生クリームの方も体に優しいお砂糖を使っていきます。で、合わさせていきます。になったら OK です。ではこちらのクリームを絞りに入れていきます。今日は口金は腰の口金を使っていくんですけども、ご家庭にもしなければこういうクリームをスプーンですくって上に垂らしてかけてあげるだけでも自分可愛いと思います。クリームでデコレーションしていきます。で、クリームでぐるっと絞ったら、ここに今を一番美味しいアメリカンチェリーを飾っていきます。そしてハーブを飾ります。はい。完成です。シュークワロット。では試食タイムで私がいただいてみます。いただきます。本当にお母さんが昔作ってくれてたような懐かしくって、でも甘みも甜菜糖を使っているのですごく優しい甘みで、キャラメルソースもほろ苦くて、お子さんもお年寄りの方も大好きな感じのプリンになります。美味しくできました。今日は最後まで見ていただいて皆様本当にありがとうございました。こんな感じで美味しいおやつや美味しいお料理もどんどん作っていきたいと思っております。今日見ていただいていいなと思っていただいた方はグッドボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございます。